桜の花びらたち。桜の花びらたち。桜の花びらたちは、日本の女性アイドルグループ、AKB48 の楽曲。楽曲は、秋元康により、作詞、上杉博文により作曲されている。2006年2月1日に、AKB48 のインディーズ1枚目のシングルとして、アクスから発売された。楽曲のセンターポジションは、高橋みなみが務めた。本項では、リメイク版、桜の花びらたち2008についても合わせて、ここで扱う。メジャーデビュー前に発売されたシングルは、本作と、スカート、ひらりの2作のみ。この当時は、後の選抜制度が確立されていなかったため、両曲とも選抜メンバーはなく、当時の AKB48 メンバー、つまりチーム A 全員による歌唱である。センターポジションは、高橋みなみが担当。このシングルは AKB48 として初めてオリコンシングルチャートトップ10入りを記録している。2012年8月15日に発売されたアルバム1830メートルには桜の花びら前田敦子ソロバージョンと改題された当時同メンバーの前田敦子のソロバージョンが収録されている。ジャケット写真は表、裏ともにチーム A メンバー20名となっている。並び順は上記の通り。また、ジャケット写真の桜の花びらたちの文字は発売当時、チーム A のメンバーだった宇佐美由紀書いている。ミュージックビデオは平川雄一郎が監督を務めた。秋葉原48劇場、当時の呼称。現 AKB48 劇場ステージでの歌唱シーンにレッスンやレコーディング、楽屋裏の映像を織り交ぜた構成となっている。すでに劇場で披露されていた楽曲は他にも存在したが、プロデューサー、秋元康がファンと話し合った結果、同曲が一番人気であると判断、デビューシングルの表題曲として選んだ。2008年1月に開催された AKB48 リクエストアワーセットリストベスト100において第1位に選ばれた。これにより、同年、桜の花びらたち2008としてリメイクされ、メジャーレーベル8枚目、通算10枚目のシングルとして、再び発売されている。2009年7月3日4日に、フランスパリ近郊のセーヌ=3ドニ県、ビルパントで開催されていた、ジャパンエキスポでのコンサートでは、最後に、同曲のフランス語バージョンを披露したが、秋元康曰く、サービスで喜んでもらえるかと思ってたら、なんで日本語で歌わないんだと、日本に憧れている現地のファンから批判を受けたとされる。2016年12月14日にフジテレビで放送された 2016FNS 歌謡祭第2夜でアイドルシャッフルコラボメドレーの最終曲として SKE48、NMB48、乃木坂46、欅坂46、桃色クローバーZ、私立恵比寿中学、モーニング娘。16、℃-uteといった8組の女性アイドルグループとのコラボレーションで披露され、グループからの卒業を発表した島崎遥香と小島春菜がダブルセンターとして務めた。タイアップとして以下の通り使用されている。カップリング曲の歌唱メンバーは下記と同一である。桜の花びらたち2008。桜の花びらたち2008は、AKB48 の8枚目のシングルとして、2008年2月27日に、デフスターレコーズ、現、ソニーミュージックレーベルズから発売された。楽曲のセンターポジションは、前田敦子が務めた。前作、夕日を見ているか？前作、ロマンス、イラネに引き続き、2種類の初回限定版が、通常版と同時発売された。カップリング曲の最後の制服は劇場公演で使用されていない初の CD 化書き下ろし作品である。このバージョンは原曲と違い選抜制度が採用されている。選抜人数は前作から6名増の20名となった。センターポジションは前田敦子が担当。初選抜は多田愛香、成田理沙と松原夏実は会いたかった以来、平島夏実と、柏木由紀は、ビンゴ以来の復帰。戸島花が選抜から外れた。初回限定版 B に収録されている学校ミックスバージョンは合唱曲のようなアレンジになっており、鐘の音がイントロからなくなり、サビの部分で学校のチャイムが鳴る効果が挿入されている。キャッチコピーは卒業アルバムを開きながら聴いてください。ジンときます。AKB48 劇場でのシングル購入者には、ランダムで全員44種の特製ポスターがプレゼントされ、一部はサイン入りとなっていた。44枚完全コンプリートで、特別イベント招待の特典があったが、完成率の極端な低さ、単純計算でおよそ77京分の1から、独占禁止法に定める、不公正な取引方法、一般指定第9項、不当な利益による顧客優位に該当する疑いが生じたとして、2月28日にイベント自体の中止が発表された。なお、劇場で複数購入したシングル CD については、ポスターのついた未開封品に限り返品を受け付けることになった。これが原因で、AKB48 はデフスターから契約を解除されることとなるが、その後デフスターを運営していたソニーミュージックエンタテインメント、スマッチ系列のレコード会社から派生ユニットノースリーブスや渡辺真由がデビューしている。ジャケット写真、表は通常版と初回限定版 A は AKB48 メンバー43名、初回限定版 B は大島優子、笠井智美、小島春菜、前田敦子、峯岸みなみの5名である。ミュージックビデオは、軽蔑していた愛情、夕日を見ているかを担当した高橋英樹が監督を務め、撮影は2007年12月 15.16 日に行われた。架空の学校、私立春女学院高等学校の卒業式の日を舞台にしたドラマ仕立ての映像となっており、ドラマ部分をメインとしたフルバージョンは10分を超える内容となっている。主要キャストを卒業清掃代を演じる峯岸みなみをはじめ、大島優子、笠井智美、小島春菜、前田敦子の5人が演じ、生徒役として選抜以外のメンバーも出演している。歌唱シーンは卒業式における生徒全員による斉唱風となっているため、一切の振り付けがない。また、教師役で、蛭子義和が特別出演している。2010年3月27日に放送された、ミュージックジャパン、春歌2010では、この年高校を卒業したメンバーへのメッセージを込めて、歌詞の一部を、秋元康が新たに書き下ろした詩に置き換えた曲、桜花びらたち2010スペシャルが披露された。この楽曲は2012年3月10日に、NHK 総合、BS プレミアムで生放送された震災から1年明日へコンサートで再び披露された。タイアップとして以下の通り使用されている。カップリング曲の歌唱メンバーは下記と同一である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。